バラーム島の一バラーム修道院の建物バラームは、ロシア連邦内のカレリア共和国にある、ラドガ湖の北の一部に存在する列島である。50以上ある諸島の全面積は36キロ平方メートル。バラームは、列島全体の故障であるだけでなく、最大の島の名でもある。バラームは、バラーム修道院と美しい自然による風景で、知られる。12世紀には、 ノブゴロド共和国の一部であった。17世紀の大動乱時代にスウェーデンに占領されたが、1世紀を経ずしてロシアが奪還した。フィンランド大公国が19世紀初頭にロシア帝国内の自治領域として設定されると、アレクサンドル1世はバラームをフィンランドの一部とした。1917年には、 バラームは新たに独立したフィンランドの一部となったが冬戦争と継続戦争の後にソビート連邦が獲得した。島の名前はフィンウゴルゴの単語であるに由来し高い山土地を表す。島の気候と自然史はラドガコの中に位置するために独特である。春は3月の終わりに始まり、バラームにおける例年の夏では30日から35日ほど。 島の大半において晴れる。7月の平均気温は17度。冬は12月初旬に雪と共に訪れる。2月中旬には最も近い都市であるソルタバーラへの氷の道路が通行可能となる。2月の平均気温は0か8度である。480種以上の植物が島に生きており、その多くが修道士によって栽培されている。島は 信用児に覆われており、うち65%が松である。アレクサンドル1世とアレクサンドル2世、及びその皇族は繰り返し島を訪れた。チャイコフスキーやメンデレーエフも著名な訪問者である。島は、中道士たちと世族の家族たちによって、高級的な住まいとなっている。幼稚園があり、芸術とスポーツの場となっており、学校や医療センターも存在する。 バラームのコミュニティは現在公的な行政的地位を持っていない。住人は地方選挙に参加することができるよう安定した公的な地位を要求している。しかしながら修道院の指導者たちはこれに反対している。ありがとうございます。